皆さんこんにちは、改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです今回はボンド大宮でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは富山店長です。ご無沙汰してます。お願いしますちょっと久しぶりなんで、ね、そうですね、だいぶ間が空いちゃいました。そうっすね、で今回紹介する車はこちら、やってまいりました。ちょっと完成まで時間かかりましたけど、なんせ物が来ないんで今時間かかりますから、はい、今回この223、そうですね、ボンドといえば223じゃないですか。まあまあまあ、もう S はもうずっとだもんね、うん、まあ、223というよりまあ S クラスですね。今でこそなんかゲレンデのこうブームがあるんで、うん、まあまあそうだね、ゲレンデのイメージが多分強い方も、S 仕方もいじったもんね、うん、もう歴代非常にお客様よくしていただいて、ね、S クラスはもううちのキラーコンテンツっていう感じで作らせていただいたんですけど、うんうん、はい、なんかもうそれを彷彿させるような、そうですね、シンプル外装に車外タイホイールっていう、こちらを紹介させていただきます、うん、はい、で今回はこれお客様指定でカスタマイズしてる感じなんですか。まあ、ちょっと相談しながらどんなのあるのっていうところから、まあ、やっぱりブラバスじゃないですかねっていうところと、あのホイール、まあ、それなりに S クラスなんでいいもの入れてよってことで、車格にあった、それだったらこれですと。なるほど、じゃあお客様とのそのやり取りあっての完成した車ということ で、はい、で先ほどちょっと話も出てきましたけれども、外装がまずバラバスのリップスポイラー、はい、そうですね、リップとあとこのバンパーのアドオンパーツ、そうだからこれ引いてみるとここのダクトが大きく見えるんで、そう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 、全然こう見た目が変わるというか、うん、印象違うよね。こんな感じで、これアドオン、要はこうパッてつけるだけですよね。でこれペイントとかってされてるんですか。これはあのブラックでペイントして、まあまあボディ色っていう選択もあったけど、まあブラックでしょ。なるほど、というところで、まあリップはね同色で、このアドオンパーツはブラックで、ペイント次第でやりようはいろいろできそうな、うん、ありますあります。なるほど、はい、そして塗装もボンドボディの塗装ですから、はい、バッチリ仕上がって、フィッティングもまあいいっすよね。フィッティングやっぱね、ブラバス最高ですね。もうなんか純正オプション級ですよね、この辺とか、まあ、合わないっていうのがないからほぼないですよね、うん、こんな感じで、ここがかなり、ここはデイライトになってるんでしたっけ。そうです。でこれもともと何もないですよね。何もない、そこがこのブラバスのデイライトが入ってパーツで追加されて光る、はい、そしてこっち側のリップが非常に小ぶりですけれども、うん、バンパーが一段増えて低さも強調されてるから。そうですね、あとなんか脇のね、なんかこれブラバスだけじゃなくてマンソリーとかもちょっとこうなんか湧き立って、昔なんかこうねカールソンとかも下だけのやつが多かったのに、この時代になってなんかピョコンつって、確かに最近みんな立ち上がるデザインですね、うんうん、こんな感じに立ち上がって、うん、絶妙にここ離れてるんですよ。そうだね、で空力も基本的にブラバスのパーツ全部考えられてるんで、うん、まあ、そんなにこうエアロパーツって言っても極端にその空力を、そうですね、まあだから、うん、このゴツゴツしないっていう、確かに、うん、こうどうだやってんどっていう感じには決してなってない、うんうん、ただ純正と全然違う見た目になって、そうですね、車とまあ馴染む形になってる、車のなんかこの曲線をちゃんと追いかけて作られてるっていうのがな、またいいかなと思いますね。最近メルセデス以外の車にも進出し始めましたけど、あ、なんかちょっと出てるね、はい、基本はメルセデスなんで、やっぱりその辺の作りはうまいかな、うんうん、そしてここブラバスのプレートもしっかり入って、はい、こんな感じになっております、はい、あとはペイントカスタムだったりとかフィルム貼ったりとかっていうのは特にしてないです。じゃあもう車は車なんで、はい、今回シンプルにシンプルに、はい、全部仕上げてる。ただこの2点でもう本当に全然表情違います、ね、うんうんうん、こんな感じで、これじゃあ非常におすすめな、おすすめですね、まあ、物もいいしデザインもいいし、まあ、値段に見合ったカスタムになるんじゃないでしょうか。それボディカラー違う車だとまた印象違って見えそうですね。黒だとやっぱまあオールブラックになってくるんだろうけど、でもまあパーツとしての出るとこが出てるんで、また存在感がこう出るんじゃないかなと思いますけどね。あと黒にした時は同色にするのか、このピアノブラックにするのか問題も、うん、そうですね。あとはまあブラバスのガンメタを使うっていうのもまあもちろんありかなと思います。いろいろできそうです。そこは元塗装職人富山さんにご相談いただければそうですね、いろいろそんなのもできると、はい、もうバッチリかっこよく、はい、作ります。そしてあとは横行きましょうか。あのタイホイールの紹介の前にいいですか、はいはい、車高低すぎじゃないですか。車高はこれはもうあの警告灯との戦いをあのだいぶ悪い感じがするんですけどやっぱり低ければ低いほどっ
でやっぱお客さんもやっぱそれを同じように思ってくれて、本当はもっと低くしたいって言われてるでも S クラスのベタベタって本当に似合いますよね。まあそうだね、まあ、一部からしたらもう何言ってんだって言われちゃうかもしれないですけど、うん、僕らこう、まあこね、長年 S クラス触らせてもらったカスタマイズさせてもらった感覚からいくと、ね、やっぱり S のシャコタンかっこいいなっていう、あえてローダウンじゃなくてな、ね、シャコタンで言いたい、いかにもでいいんですよっていう、そうそうそう、もうとにかく低い、前だってこれ指やっと入るぐらいじゃないですか。そうですね、はい、そのぐらいになって、これローダウンの方はロアリングで、はい、おなじみロアリングロッドで、そうです、基準値ずらす部分、はい、IID のロアリングロッドですね。ただ今いろんなセンサーがついてたりとか、はいはい、車をいろんな制御で細かくやってるんで、そうそう、さっき話が出てましたけど、うん、警告灯との戦いになっちゃうんですよね。そうです、これ S クラスだけじゃなくて他の車種もそうなんですよね。まあそうだよね、スピードで今こうね、高さも制御されちゃったりとか、まあ、下がったり上がったりっていうのがあるから、もう一瞬でもその基準値を下回っちゃうと多分出ちゃうんだろうけど、でも出ちゃうともう消えなかったりするから、もうどこで止めるのっていう、でも納車してこの低さは出ますっていう状態で納車しちゃうんだけど、出たよって言って来てもらって調整して、ちょっともう一回お願いしますっていう、こうもう絶妙なところに、そうですね、して、はい、でその辺はもうノウハウがもう22さんいろいろやらせてもらってるんで、そうですね、まあ、このぐらいだったら大丈夫だろうっていうところから数ミリずつ動かしていくっていう今回みたいなお客様のご了承を得ながら限界を攻めるっていうことも、大宮店富山店長だったらできると思いますんで、はい、こんなのもできちゃう、はい、そして足元、はい、やってまいりました、アナーキーですね、はいはい、アナーキー装着率というか、アナーキーを選ばれること大宮店多いっすね。アナーキー、まあまあある程度の車格になってくるとアナーキー飾ってあったりとか、まあ、色の感じを見て、まあ、選んでいただくこと多いですね。まあ、デザイン性も非常にアナーキー高いんで、うん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 、やっぱり変えた感があるし、うんうん、こう芸術性があるかなと。例えば12みたいに斬新なものがいい時もあれば、はい、でもなんかアナーキーってちゃんと古きを追いかけてる部分もなんかなんとなくこう形としてあるから、やっぱこう S とかこっちかなっていう、なんか王道を言ってる感じしますね。そうだね、うん、そして今回フィニッシュはこれちょっと凝ったフィニッシュになってますけれども、そうですね、でもマットのブラッシュドブラック、マットのなおかつブラッシュドなんで、そうです、字がちょっと透けてる、はい、こんな感じで、だ店名は分かりづらいですよね、字は。そうだね、この横とか削ってあるところでうっすら、うん、でやっぱり角は塗膜が薄いんで、この、うん、まあでもこの角が薄いから立体感、この立体感が出るっていうのはこんな感じで、そしてセンターキャップも同じくこんな感じで合わせた、うん、そしてリムの方は今回ポリッシュで、はい、ポリッシュで、はい、でしかもこのカールリムですね。そうですね、はい、はい、この辺も S クラスバッチリかなと、うんうん、こんな組み合わせ、まあちょっとこうパッと見こうシンプルにすごい振ったけど、まあ、一応こだわりはちゃんと残ってますよっていう、はい、こんな感じなんでしょう。でサイズの方が255/30/22という、そうですね、はい、まあ、タイヤはさすがの薄さですけど、まあまあまあミシュラン S の定番サイズかな、はい、うん、ミシュランのこちらのタイプがついております。はい、はい、そしてあとはブラマスサイドはないんですよね。サイドないです、はい、まあ、純正で結構エッジの効いたサイドスカートなんで、はい、まあ、この辺は純正のサイドスカートもうなんかずっとこのデザインだしね、うん、あとプラスアルファするんであればこのメッキモール関係を触っても、まあ、ブラックアウトするとか、だからまあエレガントに振るのかスポーティーに振るのかって、悪そうに振るのか今回はねその、はい、まあ、S エレガントに行きましょうこのテイストで、まあ、ブラックアウトする予定がなかったから、まあ、リムもポリッシュで、なるほど、ただ車高は後ろもしっかり低いという。そうです、後ろに関してはもう若干かぶってるぐらい、うん、ちょっと指は入るのかなこの辺もちろんエアサスなんで車内の上げるボタンを押してもらえば上がりますからね、うん、乗り心地はもう全然全く影響ないと言っていいんじゃないかなっていう、まあ、もちろんタイヤの薄さがね、はい、こう時々気づきますけど、顔がちょっと引きつってますけど、はい、でもまあ S なりの乗り心地なんで、なるほど、こんな感じになってると、うん、後ろ低いっすね。 そしてリアもそんなにコンケーブしないんですね、うん、そうだね、割と緩やかな、うん、このまあまあ多分そのディスクのデザインによってなのかなっていう感じだけどね、はい、そしてタイヤは一回り大きいもの、
はい、295の2520、はい、こちらがついております。でもこれ実際例えばもう自分たちがあのノーマルホイールの S、 例えばその2754020とか乗る機会が多いか29525乗る機会が多いかってと、やっぱこっちの方が多いかなノーマルの乗り心地どんなんだったっけとか、ノーマル乗ったらなんかすごいふわふわするって、基準がずれちゃってるじゃないですか。そうそうそう、だから全然あの初見で乗っても、うん、あの不快な感じではないと思います。そうだね、はい、そうだね、あの割とこう突き上げに関してはマイルドだし、どっちかっていうとノーマルの20インチ乗った時の方がこうちょっとこう不安感が、ああ確かに確かに、おーおー、まあ、タイヤがしっかりしてるのと、うん、ストロークが少なくなってるんで、うん、まあ、突き上げ感は多少はあると思うんですけど、うん、そんなに全然乗ってらんない感じではないかな、ね、特に最近車が頭いいんで、現代の車はもうね車側でカバーしてくれるじゃないですか、うん、なんか昔のなんかローダウンした車ってもうこういうイメージだったんですけど、うん、そうだね、全然最近そんな感じないですよねそうだね、はい、そしてあとは後ろも今回非常にシンプルに仕上げてるということで、はい、ここがブラバスのディフューザーですね、はい、に変わってると、はい、後ろもまあブラックで、で、まあ、ロゴのシルバーも残してここですね、はい、でこのブラッククロームのフィニッシュ、フィニッシャーで、はい、これ後ろはかなり迫力ありますね。そうなんだね、意外となんかこうここにもちょっとこのダクトっぽいデザイン横面にもなってたりとか、だからここの多分一番バンパーが出てるところに合わせてあるのか、うん、このマフラーの出口のところも一段出てるし、うん、さらにそこからマフラーも出てるんで、うん、上から見るとかなりこう出っ張ってるように迫力のある、昔のブラバスのディフューザーの方がちょっとおとなしかった気するけどね、まあ S クラスこんな感じ、前のだから横 の、 あの立ち上がりがこうキュッてなって、だからまあ後ろはなんかギュッてなるわけにいかないってなると後ろにこうギュッて、なるほど、そういうバランスなのかもしれない、ね、しっかりこの辺がついてると、うん、この辺もだからあんまりこうゴッテゴテにしないんで、うん、ブラバスってそうだよね、バランスいいっすよね、うん、そして今回トランクのスポイラーつけなかったんですか。そうだね、トランクはなんかいらないかな、あえてそのエレガントとシンプルっていうところで、まあ、この辺も組み合わせ次第で、ね、スポイラーがつくとこうなんかスポーティーになってって、うんうんうん、じゃあブラックアウトもしていきましょうかってどん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 なるんですけど、まあエレガント残しっていうことで、はい、某車種もスポーツとラグジュアリーでこうスポイラーありなしだったりもありますからね、まあその辺をさじ加減で、はい、だからいろいろバリエーションできると思うんです、うん、組み合わせるパーツとか色とかで、うんうんうん、まあ、タイヤホイール変えれば全然イメージ違う。そうですね、今はねタイヤホイールも別にまあ、ブラバスじゃなくても、まあ、もちろん感じだし、はい、うん、それはもうぜひあのホイールブティックで鍛造のホイールを入れていただきたいですね、はい、急になんか商売系が出ましたけど、ね、はい、そんなご相談もお気軽にご相談ください、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、やっぱり S クラスこうシンプルにいじったやつってめちゃくちゃかっこいいっすね、うん、やっぱかっこいい、程よいっていうか昔ね221のロリンザフェンダーまで変えてるやつ、そう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 、はい、あのもいっぱい作ったけど、でもやっぱりこの大人っぽくシンプルにでもいじってますよって、やっぱこれがなんかこのいいなっていう、そういうのばっかりあの今はこうまあもちろんねフルはいいんだけど、はい、あのまあ予算とやっぱそのお客さんのこのカラーとでいくと、まあ、今回のお客さんのカラーにもバッチリ合ってると思うし、なるほど、うん、まあ、いろいろできると思いますので、そうですね、はい、ぜひボンド大宮にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。